大竹部屋は、日本相撲協会所属で、二所の関一門の相撲部屋。ここでは、前身の大砲部屋についても記す。二所の関部屋所属の横綱、大砲が1969年5月場所に、史上初となる30回目の優勝を達成。この功績を称えて、同年9月場所初日に日本相撲協会から一台、年寄り、大砲が授与された。 大宝は1971年5月場所限りで引退し、1代年寄り大宝を襲名。同年12月20数名のうち弟子と花籠部屋所属の12代大竹を引き連れて、二所の関部屋から分家独立して大宝部屋を創設した。創設の際に大宝は、当時の金額で2500万円の巨額を投じて新たな稽古場を用意した。大の独立に関して、 そのまま部屋を継がせたいと思っていた二所の席は心よく思っていなかったが、大宝の講演者の説得によって二所の席は納得した旨を大宝は後に語っていた。一方で、大宝が引退間際であった当時の教会執行部は武蔵川理事長を筆頭に、事業部長は引退したばかりの娘婿の出羽の海理事、審判部長は春スガ理事と出羽の海一門一協の勘があり、 もし大宝が二所の関部屋を継いだらその流れが変わってしまうのではないかと危惧した手はの海一門がそうならないように大宝を独立させようと大宝に一大都市寄りを認めたとする見方もあった創設当時は大横綱大宝のネームバリューもあり入門希望者が非常に多く所属力士が50人の大部屋となった稽古場掲げた計画に 大宝が現役時代にもサインに書き添えてきた忍の一文字があった。1977年に大宝が脳梗塞で倒れて以降、一時の勢力は衰えたが、関分け、巨宝や前頭に枚目、獅子砲らが関取に昇進し、多数の個性派力士を排出した。12代大竹改め15代離れ駒が1975年、5月場所をもって廃業して以降、 部屋付きの親方が不在となっていたが、病床に付した、大砲一人での力士指導が困難となり、同じ二所の席一門に所属する十三代、大竹の元前頭、若の海、七代西岩の元前頭、大文字らが、大砲部屋に移籍し、大砲の補佐役を務めた。1992年には、十二代大野松が、師匠、十七代押尾川と押尾川部屋からの分家、 独立で揉め、事実上破門された。そこで大宝は大野松に助け舟を出し、大宝部屋に迎え入れ独立に協力。1994年に大野松部屋を創設するまで在籍した。大宝の婿養子である双子山部屋所属の高遠力は2002年9月場所限りで引退し、年寄り16代大竹を襲名した。直後に大宝部屋に移籍し、部屋付けの親方として、 更新の指導に当たっていたが、2005年5月の大砲の定年に先立ち、2004年1月1日付で16代大竹が大砲部屋を継承。同時に名称が大竹部屋へと変更された。2004年1月場所において、ロシア出身のロ砲が新十両へ昇進し、解消してからは初となる関取が誕生した。 2010年1月に行われた日本相撲協会理事選挙において、高野花が二所の関一門内の事前調整を拒否して、独自に立候補を表明し、16代と部屋付き親方である12代、双子山は高野花に対する支援を表明して、投票したために、大竹部屋はそれまで所属していた二所の関一門から事実上破門された。その後は高野花グループに参加した。 同年7月4日付で16代が解雇処分を受け、同年7月6日に部屋付き親方である12代、双子山の元十両、大流が17代大竹を襲名して部屋を継承した。2013年7月場所において、エジプト出身の大砂嵐が新十両へ昇進し、17代が部屋を継承してからは、初となる関取が誕生した。2018年7月、 高野花一門の消滅に伴い、二所の席一門に復帰した。部屋の正面玄関には、縦看板の大竹部屋、横看板の大宝道場の二枚の看板が掲げられている。席分け小結び前頭重量ありがとうございます。